昨日はお話し会ありがとうございました。こんにちは。ちょっとね、2日間ずっとショールームで来てなかったんで、久しぶりっちゃ久しぶりです。明日はティフです。楽しみ。ティフです。見に来てくれる人いますか？いるかな？あれ？お、嬉しい。とても楽しみです。今日リハをしたんですけど、いい感じでした。でもね、ちょっと心配な曲もあるので、また今日の夜確認しなくてはいけないので頑張ります。はじめまして。こんにちは。夢なしちゃんが出てきてびっくりした。夢にメンバーたまに出てくるよね。私今日夢にレミちゃんが出てきた気がする。あ、レミちゃんだっけな、誰だっけ、なんか誰かが出てきた夢に。したら、なんかいちごの食べ放題、いちご狩りのロケしてたメンバーと。誰だっけ、レミちゃんか、なんか後輩のメンバーだった気がする。忘れちゃった。テクテク散歩みたいな感じの。今日なんか音変だった。嘘、またつな。どう、これで治ったと思うんだけど、どうですか。治った。あ、よかった。なんかたまにさ、Bluetooth つながったままでなっちゃうんだよね。よかったです。少しだけ治った気がする。少しだけなの。なんでだ。よかった。治ったみたいです。よかった。
昨日の話し会ではね、少量目イベントのお礼もみんなにできたし、本当にみんなに感謝してるっていうのを伝えられたと思うので、ありがとうございます。改めて、さっきはズーム大勢で会議してたって、そんな初のオンライン話会、ありがとう、ありがとう、楽しかったです。またね、再来週だっけ、ありますよね。何着ようかな、洋服。ありがとう。明日もね、ティフなんで、でもティフの話あんましなかったかも。みんな明日ティフ来てくれます？ティフの話何人かとしかしなかったかもしれない。もしかしたら。みんなだいたいショールームのイベントとか。なんだろう、今日の服とか、お、行きますよ、行くよ、楽しみ、やった、七瀬ファンは何人かは見つけられますね。よかった、楽しみ。5時起きして仕事終わらせます。すごい、仕事で行けません。そうだよね、ナイスは最近 AKB 聞いたには出ないの。出たいですね。どうやったら出れるんだろう。なんかでも千葉でなんかないかな、それだったら出たいな。みんな結構地方のやつとかで出たりしてるから、私も違う。だったら出たいけど、あるかな。でもなんか日田親がさ、山梨のなんかロケだったのに呼ばれてなくて悲しいみたいなつぶやいてたよね。かわいそう。チーム8呼んでくださいよ、せっかくだからね。なぜ早起き慣れてそう、全然全然慣れてない。てか早起き本当に苦手。お天気お姉さんの時はもうなんかなんだろう、義務っていうか、もう体が勝手にパッて目覚める、起きなきゃ死ぬと思って体がそういう反応をしてます。多分いやでも、うん、さすがに、だって生放送でね、まあ、収録もダメだけどさ、まあ、収録だったらさ、なんかどうにかなるじゃん。でも生放送ってさ、私がいなかったら、まあ代わりにさ、アナウンサーの方の方がもうさ、読むのもうまいしさ、全然いいんだけど、さすがにさ、私はお天気お姉さんとしてさ、仕事をいただいてるのに、その生放送に出れないということはもうなんかもうありえないことだから、さすがにね、起きれます。私しかいないぞっていう気持ちで起きてるんで、緊張して寝れないとかないんだけど、それはないんだけど、でもなんかやっぱ早い時間に寝ようと思うと寝れないの。だってまあ起きるのがめっちゃ早いから、その分仕事がない時は早く寝るじゃん。でもさ、その10時とか9時とかに寝ようと思っても寝れないの、慣れてないから。
本当に疲れてたらいけるんだけど。でもこの前なんかさ、よく少々さんがその前の日はサウナとか温泉に行って整ってから寝るとめっちゃいいみたいに言ってたから、なんか一人で仕事終わった後温泉行ってでサウナも入ってやったらその日めっちゃよく寝れた。だからまあでもね、本当に一日何もない日とかお仕事が早く終わった日なら行けるけど、毎回行けるわけじゃないからね。で、あの密着した日あったじゃないですか。あの日は実は本当にめちゃくちゃ忙しい日だったの。前日が火曜日の夜がもう何時までリハーサルしてたんだろう、12時くらいまでリハーサルしてて、でほぼ寝れなかったの。だからめちゃくちゃテンション低かった、おはようございますみたいな。いやでも普通寝れてる日は全然あんな感じじゃないんだけど、あの日に限ってめっちゃね寝る時間なくて、すごいなんかテンション低かったなと思って。なぜは寝ないでも大丈夫の、もう睡眠命でも食べるのも本当に大好きだけど寝ないとダメ。一番はなんだかんだ睡眠かも。かもしれない。しかもさ、眠いとろれつも回らないし頭も回らないし、なんかさ気持ち悪くなんない？なんか倒れそうなら本当に。なんか皆さんも睡眠はマジで大切です睡眠しないとダメよ。睡眠は絶対にしてください。ダメよ本当に。あとそう、ヤクルト1000で今流行ってるヤクルトの飲み物があるんだけど、それを飲んで寝たら結構眠れた。まあそれのおかげかは分かんないけど、実際でめっちゃ寝れました。一日何時間寝たことありますか？最高ってこと？でも12時間とかは余裕で寝れる。もうだって病気の時とか、まあそれはあれか、病気の時なんて一日中寝れる。まああってはならないことだけど、そんなに。あれ10日連続配信になってる。これ勝手にチケット使われてるってこと？勝手にチケット使われた？もしかして。勝手になるのかな？ 2 日間休んだけど。やった、ラッキーラッキーです。毎日アイドル、毎日アイドルはやりませんけど、なんかそのちゃんと決めるのはなるべくやりますっていうね。
なんか出た。ヤクルト1000は定期便がお得です。そうなんだ。なんかはーちゃん、クロスはーちゃんがさ、隣に大学屋がで結構喋るんだけど、ヤクルト飲んでたので、私ヤクルト1000って聞いたら、ヤクルト1000って何ですかって意外と知らないみたい。はーちゃんはの流行に疎いかもしれない。こんだけ話題になってるのに。え、でも本当に飲んでほしい。なんか違うもん。いや私だけ？いやわかんない。いじり返した。そうだよ、いじられたらいじり返す。長く寝てたら腰が疲れて目が覚めます。寝返りしない派。長く寝てたら腰が、あー腰が痛くなる。それ寝方の問題じゃない？わかんないけど、今流行ってるもんなんだろうな。ヤクルト戦となんだろう、今流行ってるもん、アーニャかな、なんだろう。あ、スタバのメロン、確かに流行ってるっていうか。まあね、毎回スタバって流行るよね。新しい新作が出ると。なんだろうね、今流行ってる。マカロンの時代は、え、そんなことない、そんなことない。マカロンはもう殿堂入りじゃない。スタバのメロン飲みた。私最近毎日、ほぼ毎日なんだけど、あれ飲んでる、ほうじ茶クラシックティー、私の大好きな。でもなくなっちゃうの、なくなっちゃうから飲んでる。この前もそう、あのストーリーに載せた私のお友達っていう子がいるんですけど、その子と一緒にスタバに行って飲んだんだけど、私がめちゃくちゃ大きい、なんだっけ、一番でかいサイズ、ベンティーサイズを飲んでたら、え、ベンティー飲む友達初めて見たって言われた。ベンティー飲むの、飲む人っているんだ。でも確かに周り見渡したらみんなトールサイズだった、大体の人が。そう、レモンの子です、レモンちゃん。 YouTuber とかいろいろ TikTok もやってるし、トールもしんどい。本当にショートがあるよ。でもいや、なんかなくなるってなるとさ、いっぱいね飲みたくなっちゃうじゃないですか。しかもさ、あれさ、トールとグランデのサイズも50円とかで、グランデとベンティのサイズも50円とか60円だから、
50円で大きくなるんだったら大きくしちゃわないって思って、いつも最終的に一番高いベンティーサイズにしちゃう。でも飲めるの。この前もご飯行ってからその後お茶みたいな感じで飲んだんだけど全然飲める、美味しいから、おすすめです。おすすめ。レモンサワー飲みました。飲んでないです。なんなら大きいの飲みたいって気持ちはね、だよね。そうなんですよ。なんか200円くらい違うんだったらさ、まあ通るでいいかってなるんだけど、いや50円、50円だったら大きいのしちゃおうかなって、で結局一番大きいの頼んじゃう。でも一番大きいの頼むと600いくら、680円とか結構高いんですよね。結構ね、超絶妙な値段ですね。確かに。なんかさ、そうなんだよね。飲み物に600円ってなると高い。でも美味しい。やっぱりね、なんかそのコンビニとかでもさ売ってるじゃん。一応。でも。やっぱりスタバのやつが美味しいの。値段は変わらないけどカロリーが結構やばいかな。計算したらやばそうだからしない。確かにやばそう、カロリーだって甘さとかもさそのままだもん、控えめとかにしてないから絶対やばい。300円のケーキ2つ買える。100円のケーキだったら6個買えますよ。気にしてたら負けだから気にしないようにして。そうだよ、その分動けばいいんだよ。なんかみんなさ、私なんか食べても太らないとかさ言われるけどさ、動いてるからね。公園とかでレッスンとかもだけど、なんかなんせ食べても太んないからいいなみたいな言われるけど、動いてるから。みんなも動かないと太っちゃうよ。一応こう見えても運動してるんです。楽しみながら今日ももう何時間も動いてきたし、明日も動くし、ほらそう考えたらね。みんなは動いてないでナンセが食べてるだけでいいな、ナンセはって言うけど、でもなんかひーちゃんとかがエレベーターとかエスカレーターはあんまり使わないみたいな言ってて、いやさすがだわって思った。私絶対エスカレーター乗っちゃう。2つ並んでたら、階段とエスカレーター並んでたら。エレベーターはなんかあんま乗らないようにしてる。ベビーカーの人とかさいてなんか気まずくなるのが嫌だから、嫌だし、まあ乗ってほしいから。でもエスカレーターだと階段あったら絶対エスカレーター乗っちゃう。そうだから階段使おうかなって思うけど、でもたまに急いでる時だったら階段の方が早い時もあるよね。エスカレーターね、今なんか止まる運動みたいなのもしてるしね。エスカレーターでも本当にね歩くの怖いよね。歩いちゃいけないんだけど本当は。
できるだけ階段使うようにしてる。下り階段は膝痛め言うよね。なんか下りの方がさ意外とやばいみたいな。空港の動く道使う使います。あとなんだろうな、なんか意識的にやってること、なんだろう、なんかある？みんな一応体のためにこれやってますみたいな、いいのあったら教えてほしい。でも私二の腕がちょっとねムニムニだからね、二の腕痩せしたい。でも体の部分痩せって難しそう。姿勢はねいつも気にしてるから割とそんな悪くないんだけど、姿勢なんか姿勢とか結構気になる。自分がもしこうなってたらなんかね嫌だなと思ってこういう風にしてるんだけど、1日6000歩以上歩くようにして。すごすごいね。会社まで3駅ぐらい歩く。それはすごい。3駅って結構じゃない？3駅って言ったら3駅、それにもよるか。特急とかの3駅と何？各駅の3駅じゃ、さすがに各駅の3駅か。すっご。気づいたら休みの日2万歩ある。そんな、2万歩だってディズニーランドとか行った日で1万5000とかじゃない。なんかお汁飲んでないよ。一時期飲んでたけどもうやめた。なんか飲みきれなくて余っちゃったから、あもう向いてないなと思って。ディズニー痩せそう。痩せるけど食べるじゃんディズニーは。いやでも私痩せてる気がする。ディズニーって言いづら。ディズニー痩せてる気がするな。でもさ知らない間もうアドレナリンとかもあるじゃん。知らない間にめっちゃさ喋ってるし手とかも動いてるし、なんか痩せそう。立ってるだけでね、もう結構じゃない。立ってるだけで結構いい。食べても消化早そう。多分代謝がいい。私代謝いいです意外と。あいやでも代謝悪いわ、汗かかない。
からほとんど、あ、もちろん公演の時とかはあれはもう別次元。その中でもやっぱ書くメンバーと書かないメンバーいるけど、書かない方だ。特に顔は書かない。でもね、あのサウナとか行ったらもちろん書く。あの半身浴とかもそうだし、なんだっけ、あの岩盤浴とか行ってもめっちゃ書くけど、別に普段はそんなに書かないから。でも書いた方がいいよ、汗は。汗はかいた方がいいです。サウナでかかないのやばい、やばいね。公演前と後の体重って測ったことある？え、ない、ないけど。痩せてるでしょ。痩せてるっていうか減ってはいそう、特に2公演とか。今日はチーム K が2公演ですね。ゆうなが頑張ってますよ今頃。8入って身長何センチ伸びた？私高校生だったからそんなに変わんないです。多分ね。じゃあそろそろランキング読もうかな。13位はよもやよもやだっとマークド派手にいくぜさん、ありがとうございます。12位は限定ショールームアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はイッサアットマーク明日楽しみ7レンジャーさん、ありがとうございます。10位は KITT さん、ありがとうございます。9位はノリアットマークダンコ7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はゴッチアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はサトル岡田さん、ありがとうございます。6位はトワタアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はネコトラメアットマーク4チョッパさん、ありがとうございます。4位はユウさん、ありがとうございます。3位はヌーマアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋公式明日行くアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。それでは明日のティフお待ちしてます。頑張ります。バイバーイ、ありがとう。